ヒボドゥスは、絶滅した、軟骨にオズナの族ペルム期末に、初めて出現して、白秋末に姿を消すまで三畳期、ジュラ期、白秋にかけてヒボドゥスメは特に繁栄を極め、世界中の旋回で見ることができた。理由は明確ではないが、ヒボドゥスメは、白秋末の近くに絶滅を迎えた。ヒボドゥスフラーシの生態復元、ヒボドゥスハウフィアヌスヒボドゥスの種は、 全長2から2.5メートルまで成長し、日折り未主義の捕食者であると考えられている。ヒボデスは巨大ではないが高度な太い流線型の体をしており、完全な二つの背びれが正確に推進する助けになっていた。口は大きくなく、容赦なく大型の獲物を襲うよりも幅広い食料を接触していた。現在のホホジロザメなどと違い、口は 体の下側でなく前端近くに位置する。頭頂部には小さな突起が複数並んでいた。他の原始的なサメから区別される明瞭な特徴がヒボデスには複数存在する。第一に異なる2種類の歯が存在し、幅広い植生を示唆している点である。エイリーな歯は滑らかな獲物を捕らえるのに用いられ、口の奥に存在する平たい歯は口角を持つ生物を、 噛みつぶす助けになっていた。第二に、おそらく防衛機構として用いられたであろう、骨質のブレードが背びれの前に存在した点である。オスはクラスパーも発達しているが、これはメスに生液を直接注入する発達した機関であり、現在のサメにも存在する。ヒボドスの尾びれはマグロのように発達した三日月型ではなく、 尾の下側だけに付随していた。このことから、ヒボデュスは、外洋で獲物を追跡して、襲うよりも、葉の形状も考慮して、海底で、甲殻類などを捕食していたと推測されている。最も新たな時代のヒボデュスの化石は、ダイナソーパーク類層から発見されており、6860万年前から6600万年前に、あたる。 ヒボドゥスの葉の化石は1845年前後にイングランドで初めて発見された。それ以来、葉と背びれの棘が世界中から発見されている。H バトラーと H ラジカビッチー及び H モンターニューシスを含む複数のヒボドゥスの種は後にメリストドノイデスに再分類された。ありがとうございます。